2回目の、2国間協議の中で、韓国側から日本として、韓国を含む諸外国と大量破壊兵器等の不拡散に向けた協力が重要であることは論を待ちませんので、経済産業省としては輸出管理政策対話について提案の解決に進むべく課長級の準備会合を経て局長級対話を行い、両国の輸出管理について相互に確認することとしたいというふうに考えております。はい、まあ、それは安全保障上のスタンスで、今回の輸出管理許可とは全く関係ないというスタンスを描いています。